どうも、皆さんこんにちは。こんにちは。さっきね、紹介を岡野くんの紹介動画撮ったんですけど、ついでに僕今日スーツ作ったんで、おお、出来上がったんで紹介しようと思って。そういえば見慣れないの来てますもん。付き添ってもらってますけど。なるほど。ね、今期の SS でちょっとまだ画像出しますけど、はい、あの入荷した生地の中にで作ったんですよ。はい。で僕があんまこういう色着ないんですけど、ね、うん、あのグレーばっかっすね。素材がグレー強なんで。そうですよね、僕もですけど。グレー強いですわ。グレー素材がね、あのポリエステルと、リネン、うん、コットン、三者根、三者根、まあ、ポリエステル多めの生地なんですけど。記事紹介でも多分そうですそうですやったと思うんですけど、はい、しましたしました。形になったらこうなるんですね。で、はい、こんな感じで、またお写真出しますけれども、やっております。で、な、まあ、ちょっとね、画像というか動画越しでは伝わりづらいですけど、ちょっとこう、うん、朝のちょっと白い糸みたいなのがちょこちょこっと出たりして、なんかこう普通のスーツとはちょっと違う感じの、うんうん、はい。で、まあまあ、こういうアウトポケットとかでちょっとカジュアルな感じにしてアウトポケットしてる作っております。でもサイズはね、すごいゆっくりゆったり、そうですね、ゆったりシルエットですよ。ついてますわ、サイド。もうこの、はい、もう裾とかも今までになく、おう、ゆるゆるで、あら、はい、楽ですか？太ももも楽そう楽そう。こんなんしても全然大丈夫な。いや、こっちゃ、はい、こっちゃ大丈夫な感じ。こう、ちょっとこうリラックス感のあるねえ、はい、シルエットで、トゥータックで、トゥータックか、こっちゃ、ベルト、えらい、こっちゃ、ベルトループほらなしで、これはいいっすよ、サイドアジャスター。僕もサイドアジャスター強ですけど、これ意外とこうキュキュってノーマルやめっちゃベルトでね、そう、普通やから、これが正規、正規のスタイルです。これが正規ですどこ見てんのちょけるやん、ちょけるやんちょけしやんいいやんっていう感じで、いいっすね。そういいっすね。これ肩パッドないやつなんですか？肩パッドないやつです。なんかまあ最近は本当にこう雑誌なんか見てても、本当にゆったりシルエットのスーツが増えてきてて、うん、まあ、僕も そんな感じで作りたいなと思ってまあただこう色が落ち着いてるので、うん、まあ、こういうタイドアップスタイルでも良きですし、はい、なんかこう本当に T シャツとか、はい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 、でもいいと思います。カットそうね、うん、なんかそんな感じのいろんな着方ができそうやなと思って、これをまあリネン入ってあるけど、まあ、ほぼオールシーズンいけるやつでしょ。まあそうですね、割と厚みはそんなに薄くはないので、ね、うん、まあまあ合いぐらいの感じで着れますね、うん、でね、リネンってリネンとかコットンでめっちゃシワになるんですよ、はい、まあ、それが味なんですよ。それが味なんですけど、はい、気になるというか、やっぱ何回も着てたらもうシワシワになるじゃないですか、うん、リネンって、うん、だから適度なシワ感を出せるぐらいのリネンしか入ってないんですよ。はい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 、コットンとかもポリエステルの割合が多いので。なるほどね。僕、まあ、今日これ2回目ぐらいですけど、そんなんなってないですよね。あんまシワなってないです。でもちょっとだけシワ感あるんでしょ。はい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 、はい、これがミソや。いいね、それがいいねそれがミソか。ミソです。それがね、だからこう一歩間違えばですよ、そのシワって。まああんまりこう素材に詳しくない方とかが見たら、シワシワやんってなるんですけど、そこをちょっと抑えた感じのシワ感が出せるんで、僕は非常に気に入っております。うんうん、でポリエステルが入ってるんで丈夫ですしね、うん、まあ、100% 天然繊維と比べたらやっぱりちょっとこう若干やっぱ硬い感じとかは残りますけど、うんうん、
それはそれでいいかなと思いますんで、うん、なんかすごいいい具合のリネンの風合いも入れつつコットンの風合いも入れつつ、ほんま絶妙だと思いますよ。ちょっと直で見たらこう岡野くんが着てるようなやつとはちょっと風合い違うの分かるでしょ。そうなんです。これ勉強してね、ちゃんと見やーじゃないからねちゃんとやる、ちゃんとだからなんかこう近くで見たら、あ、はいはいはい、なんかちょっと違うんだなみたいなのが分かってもらえる、うん、めっちゃいいね、うん、まああの本当にすごく使いやすいと思いますので、うん、まあ、サイズ感とかはね、僕が今回めっちゃ緩く作りましたけど、うん、割とこう細身に作ってもかっこいいと思いますし、はいろんな着方できると思いますので、はいはいはい、ぜひ気になった方はね、はい、同じ生地いっぱいございますので作っていただければ。一応ね、今日本当はあの杉本マネージャーがね、これと色違いのやつ、これも前の動画で紹介してるんですけど作ってたんで、はいはいはい、一緒にやりたかったんですけど、なるほど、忙しいんで、あの人、そうなんですよ、あの方ね、また単品で、単品で撮ってもらうからね。なるほどね。いや、まあ、また色が違うタイプ着てはりますよね。これのベージュ、あ、そうか、ベージュやね、まあ、素材は全く同じでベージュバージョンあるんですけど、またそれもおいおいご紹介させていただければと思います。また雰囲気違うですよね、うん、はい、ぜひぜひ見ていただければと思います。思います、はい、はい、ということで、今日は、私が新しく仕立てたこちらのスーツをご紹介させていただきました。はい、この動画がいいなと思っていただいた方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。